ありがとうございます。はい、というわけで今回ねこちらのお店に来ました。これは小島のねあたりにあるちょっと謎をめいた、前から気になってたんですよね。この黄色の球体のね、ものとかも一体ここ何なんだと思いながら、まあいろいろね情報を調べたら、そのまあご飯屋さんというか、まあねランチあったりとかモーニングあったりする、お店だということで、ちょっと今日こちらの方にねお邪魔しようかなと思います。これが、サンレモンティー&ランチ。はい、今日こちらいいっすね。ランチメニュー A ランチ、B ランチ、トルコランチ、ガッツリランチ。ちょっとこちらお邪魔します。うわっ、ちょっとこちらです。メニューになります。いいですね、なんかいろいろとありますね。よし、おお、これボイスラブ、ありますね、こちら。ランチタイム。あ、すみません。そうですね。ランチってもう何がどれがおすすめですかね。そうですね、ランチこちらハンバーグとエビフライが出るのと、トルコランチっていうのもよく出まして、ちょっと少しですけど、ワンプレートのお皿にカツカレーとイタリアンスパゲッティとサラダが少し入った。あ、じゃあトルコランチで結構ガッツリしてますけど、トルコランチでお願いします。わかりました、はい。
ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。あ、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません。すごい。ついトルコ。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。今回は倉敷市小島にありますサンレモンさんにお邪魔させていただきました。こちらなんですけども、まあ、情報によればこの創業50年以上の喫茶店ということで、まあ、ちょっとどれくらいやってるかわからないですけど、大体50年以上はあるのではないかという、ことです。でこちらなんですけど、もちろんそのモーニングもおすすめなんですけども、ランチがねがっつり行きたい人にはおすすめということで、僕が今回頼んだのはこのトルコランチということで、スパゲティととんかつ、まあ、カレーですね、そのセットですね。本当になんかこのスパゲティのなんかケチャップとのこのカレーのマッチングがねすごいいいかなと思いますね。ぜひ皆さんも試してみてください。まあ、その他ね、の内装がねこの80年代風のね、もうインスタ映えするようなね感じがまたいいんですよね。窓、水が流れる窓とかね、はい、店員さんも若くて本当にもう年齢層 幅広い感じかなと思います。ぜひ皆さんもね行ってみてください。営業時間が朝の8時から、終了が、夜の、20時になってます。ぜひ行ってみてください。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。